ムンジュイックの丘ムンジュイックとは、スペイン、バルセロナ、サンツムンジュイック区にある丘。標高は184.8メートルである。ムンジュイックという表記が日本国内では多く用いられるが、ここではカタルーニャ語の発音表記に近いムンジュイックとする。ムンジュイックの語源は、歴史的に中世カタルーニャ語のユダヤ人の山であるとされてきた。公文書や、 考古学上確認されているように、他にはかつて墓があったからである。また、ラテン語で、ユピテルの山であるとする、最もらしい説もある。この説は、ポンポニウスメラの著作、コリグラフィアで確認されている。ムンジュイック城ムンジュイックから砲撃されるバルセロナ、ムンジュイックでは、紀元前3世紀から、紀元前2世紀頃のイベリア人の町の跡が発見されている。 常に町を守るための戦略的要所とされてきた歴史があり、古来から頂上には要塞があった。現在、ムンジュイックに立つ城は1715年、スペイン継承戦争時代にフランス軍に占領された。ムンジュイックはメートルの最初の基準を決めるための測量地点とされたことで国際的に知られる。ジャンバティスト・ジョゼフ・ドランブルとピエール・メシャンは、 1792年から1798年に、かけ、ダンケルクからムンジュイックまでの四五千個長を測定した。測定結果はメートル砲確率に利用された。バルセロナ防衛のための重要な地点として、バルセロナ東部にあるシュータデリア要塞とともに、都市防衛の役割を担ってきた。1843年、スペイン軍は、 ジャマンシや反乱を抑えるため、ムンジュイック城からバルセロナ市街を砲撃し、460棟の建物を破壊、または損傷させた。ムンジュイック城は、フランコ独裁時代まで政治犯の刑務所としていくども、使用されてきた。そして、刑務所で、重殺刑に処されたものは、山の南西部にあるムンジュイック墓地に埋葬された。19世紀から20世紀にかけ、山は、 多くの銃殺系の舞台となった。アナー・キスト、スペイン第二共和制に対し反乱を起こしたものそして1940年にジャナラリターで、カタルーニャ主犯、ルイス・クンパニスも犠牲となった。1929年バルセロナ万博会場となった、ムンジュイック・バルセロナ万国博覧会の際、他の一部地域の開発が完了し、ムンジュイックの名の中心地域が整備された。 他の斜面やエスパーニャ広場から伸びる大通りの両側には多様なパビリオンが建てられた。1969年、1971年、1973年、1975年にはモンジュイックサーキットが F1 スペイングランプリの会場となった。しかし1975年に起きた事故で観客5人が死亡したため FIA はモンジュイックサーキットで 会一グランプリを開催するには危険であるとの判断を下した。ムンジュイックの丘のふもとにあるエスタディオリンピック、ルイスコンパニス、磯崎新設計のパラオサンジョルディは1992年バルセロナオリンピックのメイン会場となった。トーラダ・クムニカシオンスダ・ムンジュイックはバルセロナオリンピックのテレビ報道用に建てられた電気通信塔でサンティアゴからトラバが設計した。 ポブラ・アスパニョールは1929年バルセロナ、万博でスペイン村として建設された一角である。丘の頂上へはバルセロナ交通局が運営するケーブルカー、フニクラデ・モンジュイック、またはゴンドラリフトで移動する。丘の東斜面にはポルトベイ空中トラムのターミナルがあり、ムンジュイックとバルセロネータカゴをつなぐ。アンスティッチュカーティグラフックでカタルニア。 アルティトゥーズプリシスデルマパトッポグラフックで語るニア110.000ありがとうございます。